じゃあ例えば、はい、私が最近ちょっと自分の宗派を変えましてですね、はい、最近あの ENFP にシンパシーを感じており、はい、うん、こんな ENFP の僕とちょっと付き合ってみましょうと、はい、いうところで ENFP と ISTP の相性こういう風になりますよと、この2人の組み合わせは一つの特質が共通している、P の部分ですねが、気楽でのんびりとした生活を好みますと、どちらも相手をコントロールしようとせず臨機応変に冒険を楽しむと、 ISTP は ENFP の熱意、社交性、創造性に惹かれると、一方 ENFP は ISTP の冷静でアクセクしないところに惹かれますと、また ISTP はあまり将来のことを思い煩わずもっとリラックスし人の意見に左右されないよう ENFP 型に助言しますと、一方 ENFP はもっと物事の全体像に目を向け自分の行動の結果が将来に及ぼす影響について考慮するよう ESTP に助言しますと。なんかこれを見てると ENFP は心配性なんですかね、はい、心配性なんじゃないですか、なんか ENFP ですからね、 NF アポロン、アポロン神様で、神様、神様、はい、神様、あ、みんな神様ですけど申し訳ございません、はい、では不満に覚えるポイントとしましては、ISTP はとてもプライバシーを大切にし話すのもあまり得意ではないと、ところがこの ENFP がおしゃべりで、うん、自分の気持ちを表現したいという強い欲求を持っているので、うんうん、持ってます、はい、そんな感じがします、はいはい、ISTP 型は ENFP 型のことをおせっかいで詮索好きだと思うことがありますと、うん、また ISTP は論理的で人の感情さえ分析し、やめろ、分析しようと するんだってわかります、見るなしようとするが、うん、ENFP 型は自分の気持ちについていつまでも話をしていたいし、うんうん、人の気持ちにも敏感ですと、うんうん、見える気はしてます、人の気持ちが、うん、往々にして間違ってますけど、うん、僕の中では見えてます。この人も人の気持ちを見ようとするわけじゃないですか、分析するんですね、分析、はい、あ、この人今嫌な気持ちになってんなとか、やめろ、はい、また ISTP は体の触れ合いを大切にしたいと思いますが、うん、ENFP は気持ちのつながりを大切にしたいと思っていますと、うんうん、また ISTP はスリルが大好きで危険な行動を取るのも好きですが、うん、ENFP は肉体を危険にさらされるのを好まず、うん、ISTP が危険なことをしようとすると心配して止めようとしますが、 ISTP 型はそんな忠告を煩わしく感じますと言ってましたね、私、うん、絶対崖からのダイブはやりませんって、うん、でやろうとするとちょっと危ないよって、そんなことで怪我してどうすんのって言ってましたね、バカじゃないって、うんうん、歯を見るだけだよ、うんうんうん、岩場に行ったって足とか手とか切るだけだよって思うんですよね、思わないんですもんね、思わない、相手飛び込んでる人って楽しいんじゃないですか、何やってんだろうって思うんですよ楽しいんですよ、だったらその長島温泉とか行って、うん、まあなんか、まあ、大きいプール行って、はい、あの安全な深さだよって、はいはいはい、っていう飛び込み台から飛び込んだらいいんですよそんな、うん、でも飛び込んでました、崖からも、崖からとかこうでっかい石持って深いとこブーって潜って遊んでました、アホですよ川でアホですよねっていうのが、あ、もう僕は ENFP ですね、まあ NF はありそうですけどね、ちょっと勉強し直しですね、ちょっともう一回うん、なるほど、ではそんなこの、ISTP さんと良好な関係を築くには、うん、ISTP 型にじっくり考えてから話す時間を持ってもらおう、うん、
ISTP 型にじっくり考えてから、あ、なるほど、うん、ちょっと喋りすぎずにちょっと考えさせる時間はあげろってことじゃないですか。あとこっちもちょっと準備がいるなと思ってるんですよ、うん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 、ISTP さんと喋るときって あとは ISTP 型は不言実行の人であることを忘れずに、うんうん、あ、言わずにやっちゃうよってことですよね、うん、だと言ってよが、はい、気持ちのせっかく付き合ってるんだよ、うん、気持ちは知りたいじゃん、うん、って思いますよね皆さん。態度で示せですよ多分。いやいや、言おう行動で。僕は INTJ ではないが、うん、気持ちは言おうよ。伝わらないかもしれないけど、うんうんうん、その伝わらないかもしれないけどやろうとしてくれたことが嬉しいわけじゃないです か、うん、だからどうですか皆さん。行動を見ればわかるでしょうって話じゃないですか、 ISTP 的に言えば。じゃあ僕の味方でいいんですねその行動は。僕の味方要は、はい、あなたの思いがあってやってるんでしょうが、うんうんうん、あなたは何て言うの、私のことを100を持ってやってくれてるかもしれない、うん、でも私から見ると、うん、そのあなたが100を持ってやってる行動は、うん、勝手にやってるっていうところで、うん、あ、私のことは見てくれてないのねっていうので、うんうん、減点になるんですよ。もったいなくありませんどうでしょう皆さん、プラスになればって話じゃないですか。ん？プラスになれば、プラスになればプラスになってるよねって話じゃないですか。この人たちからすると全く分からないですよ。なんかこう何かをするわけじゃないですか、はい、これはこうするとうまくいく、はい、からこうしたって話じゃないですか、はい、でそれをわざわざ説明しないよって話じゃないですか。なぜこういうふうにするとうまくいくのか、うん、説明してって言ってますけどねこっちは、うんうん、でわざわざ、あ、まあ、説明してって言われればしますよぐらいじゃないですか。なんでそんな面倒くさそうに言いますかっていうところだと思うんですよっていうね、うん、今バレながらね上手に再現できたと思ってますよはい、ENFP と、うん、我々もあの知らんがなさんとか、はい、氷さんみたいに、うん、コントやりますかタイプ別コント、はいはい、あとは愛情を ISTP 型が表現してくれたら感謝しようと、うん、言ってくれてありがとうってやつですね、うん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 、はい、あとは ISTP 型の話をよく聞こう、うんうん、手を止め相手の目を見よう、うん、これはね多分ね、うん、こっちはなんていうんだろう、セクフォーじゃないですか、はい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 、なんかやりながらとか、うんうん、あとなんかもう話してる途中に話したくなるんですよ、はい、溢れてくる、うんうんうん、のを止めとけってことですね。なんかもう喋っとらんでやれって話ですよね多分この人たちから言えば、はいはいはい、あとは冷静になり、うん、簡潔に話そう、うん、同じ話をくどくど繰り返さないとありますね。なるほど。で青葉塚さん、 ISTP と ENFP はアナと雪の女王のクリストフとオラフ。あー、なるほど、はい、僕はわからないです。あれも見てない。見てない。あれすら見てない。見てないって、あれすらというとあんなにも流行ったのに。はい、見てないです。なるほど、ちょっとピンときてます、うん、ENFP は臆病、勇気の出し方をもしかすると、うん、あ、この関係は教わるかもしれないねと、うん、ESTP と ENFP のカップルがいたらそばで見てたら面白そうと、うん、多分ね、うん、ISTP はね何とも思ってないですよね。何とも思ってないっていうと、キーと思ってるのは多分いつも ENFP なんですよ。キーって思うのはそうじゃないですか。ずるいって思うんですよはい、はい、こういうのが鬱陶しいんでしょうね、うん、おそらく ISTP は相手への配慮を二の次にすると思うと。なるほどね。で僕がわーって言ってるような、うんうん、要はこっちが感情でわーって言ってても、うん、だから何っていう感じなんでしょうねっていう、うん、まあなんかそこも普通に考えてやりそうですけどね、まあ、説明しないとめんどくさいなと思ったら説明するみたいな、あの、うん、その辺はね、うん、僕もねあのうまくできると思ってます、はいはい、ISTP さんなら、うん、はい、あ、さくらさん、 ISTP はこっちが感謝しないと怒る。ああ、そうなんだ。勝手にやったのに怒るんですねそこじゃないですか。だから言ったじゃん、なんですよ。何が説明せよって、うん、で何プリプリしてんのよ。その後説明したらいいんじゃないですか。ダメなんですか。お前 SP だな君はSP ですね。なんか SP にシンパシーがある感じがしますね。なんかまあ、うん、だからこのタイプのことはよくわかります気はします、はい、で
僕もこのね、うん、単純な僕が言うのは申し訳ないんですけど、うん、ISTP さんは僕もやりやすいと思ってます、うんうん、はい、分かりやすい、うん、はい、僕ですら、うん、もう INTJ はもっと謎謎ですあれは、うん、謎です、謎、はい、うん、まあ謎っていうか、まあそういうもんですよねみたいな、中をってパカって開くとね、うん、回線がわっわしゃってなってる感じです、うんうんうん、もったいないと人から言われることは多いと、花火さん、あ、ちゃんと説明しないからじゃないですか、あ、そうですよね、それは僕もよく言われます、ちゃんと説明すればいいのにみたいな、うん、なんで言わないんですか、はい、めんどくさいじゃないですか、やった方が早いんですもん、いやいや、やってる間に説明してる間にできちゃうみたいなあれ僕がこのタイプうーん、なるほど、まあだから多分そういうところなんですよ、だ意識しないと説明できない、だから、あ、そっか、そうそうそう、そういうことですよね、うんうん、僕も意識しないと黙ってられないっていう、うんうんうん、意識しないと説明できないから、もう説明して説明してって言われてると、あ、説明しなきゃいけないなみたいな、なるほど、よくできてる、なるほど、はい、あ、僕がオラフに見えてきたと、僕もなんか、はい、オラフっぽくなってきました、はい、なんか抱きしめてって、うん、そういうのがあるんですか、あります、はいはい、自分の感情にすら鈍感なところがあると、花火さん、うん、と思います、体調もなんかそんな雰囲気ありますよね、僕もそんなことをずっと言ってる気がします、僕はなんか気持ちを聞きたいんだって言うと、うん、気持ちを聞かれると混乱します、はい、何を説明していいか分かんなくなります、そうなんですよね、うんうん、いやだから今思ってることですっ ってそのほら何をやったかを説明せよって言われれば説明できますけど、はい、気持ちよとかって言われるとその時何を思ってやってたかですよいや分かんないですよっていう、はい、はい、こういうのは練習すればできるようになるんですかね、まあなんかそれっぽいことは言えたりはしますけどね、本当のこと、ああ、なるほど、作ろうことはできるよと、うん、大人だし、なんかそれっぽいことですよ、あ、はい、今ここって好きって言えって言われてんだなとかっていう空気を感じてみたいな、空気を感じてとか、なんかみんなが言いそうなこと、あ、みんなが言いそうなことを言うはい、でもまあ僕も怒られてる時に、うん、謝った、なんで今謝った、うん、って聞かれるのは苦手なのでそれを論理的に説明するのは極めて苦手なので、うん、でもなんか言えるじゃないですか、なんとなくね、とりあえずなんとなく、あ、多分このことで怒られてるんだから、はい、このことが悪いと思ってるって言えばいいんだろうなっていう感じで、うんうん、そういう感じで感情を話すことはあります、はい、